この日はですね、私が長くお世話になっている、モノコンシェルジュという番組の、収録の、Vlog をですね、今日は皆さんに見ていただきたいと思うんですけど、ジープに乗って朝ね、運転して向かうんですよ。で、大体ね、この、道中にあるスタバで、大好きなスタバラテを買ってますね。で、もう本当にね、この日も、収録が長いので、もうラテがないと本当に頑張れないっていうぐらい、ここでちょっとね、自分にご褒美を与えて、で、よし、買ったぞっていう、そんな気持ちでですね、ウキウキモードで、シートベルトを締めて、そして、早くラテを飲みたいけども遅刻したらまずいなっていう、一口も飲めずにですね、車線変更して、向かうという、大体ね、ここでね、ラテをちょっとね、一口二口飲むんですよ。で、大体ね、スタバの蓋、蓋を開けた時に、なんかこう、人差し指についちゃう泡って皆さんどうしてますか？私ね、あれはいつもね、また言い忘れたと思って、蓋を開けてもらっていいですかって、そう言えばいいんだけど、大体あれでまたこう、絞れて手を拭かなきゃいけないっていうね、あれはいつも手こずるんですよね。はい。で、そんなこんなで、テレビ朝日さんの方に、到着しまして、車庫入れの方は結構私的には自信があるので、この日も切り返し1回でしっかりとですね駐車をできたという、これが毎回ちょっとね、よし1回で切り返しでできたっていうのはそうちょっとね気持ちよくあれなんですよね、車を降りれるんですよね。はい。そして車はちょっとね、だいぶ洗車してなくて汚いですね。この日は多分前の日になんか御殿場かなんかに行って、アウトレットに行って、そのまま洗車もせずに、ね、テレビ朝日に来たという感じですね。もう皆さんね、綺麗な車ばっかり並んでるところに私だけ汚いっていう、本当毎回恥ずかしい思いをしてるんですが、そんなのお構いなしに、楽屋に到着しましたっていう感じです。無印良品の一番大きなバッグ、これにですねメイク道具だったりとか、あとコテだったりとかいろいろ入れてるんですけど、あ、そう、このお手紙はね、プロデューサーの、木内さんがいつもこうやってね一言メッセージを書いて、あと厳選して選んでくれた美味しいお菓子だったりとか、最新のお菓子がねこう袋に入ってエールをくれるんですよね。それが毎回楽しみだったりします。あといつも使っている、これは、スタメンの化粧品たちですね、基礎化粧とか、うん、ですね。で、大体ちょっと軽くは基礎化粧とかはねお家で仕上げてくるんですけど、ちょっとこうミストを振って、ツヤを足して、で、最後にお直しって感じなんだけど、いつもね、そうで、この日使ってるのは、下地で、ちょっと今なんかね名前が出てこないんで、後でテロップ入れてもらおうかなっていう感じなんですけど、そうそう、このグリーンとねこの白、何にも情報がないっていう、すいません、後でブランドを紹介します。ちゃんとテロップで入れてもらうんですけど、あ、このエンビロンはね、本当そうそうそう、これは毎日使ってるんですけれども、すごい肌質も良くなって、かなり潤いもチャージできるので、欠かせない美容下地って感じでよく使っています。あとこれは、もう何本リピートしたかな、何年も使い続けているクロエの香水ってずっと前にだいぶ流行ったじゃないですか。香りがするスプレーを私の知り合いの、美容師さんが開発して、作ったスプレーで、なんか髪の毛にこう使うスプレーとかって結構ね、なんかこの匂い苦手だなっていうものが多かったりするんですけど、このブロンズのこの、ちょっと名前がまた出てこないんですけど、これのこのスプレーすごいお気に入りで、あと N ドットのバームと、あとこちらの M のオイルはね一緒に混ぜて使ってツヤを出すことが多いです。あとこれはいつもねおにぎりはお家で握ってそれを持ってくることが多いんですけど、この前日がかなりちょっと帰りが遅かったのもあって、この日は買ってきましたね。シソの実ちりめんっていうおにぎり、あ、ほらここにもねテロップシソの実ちりめん出てますね。これが好きで、ちょっとシソのねちょっとこう風味と、あとちょっとねちりめんのこう香ばしさがいいんですよね。これ大好きなおにぎりですね。うん、
で朝食を食べながらメイクさんに、今日髪の毛どういう感じにしたいですかっていうふうに聞いていただくので、この日はちょっとやっぱり眠たいのもあって、きっとこうね、目を引き締めてちゃんと開けれるように、ポニーテールをオーダーしたと思います。だいたいね、インスタグラムを見て、で、インスタで見て、スクショして、その髪の毛でこう可愛いなって思った、方のものを参考にして、あと美容師さんとかのセットをしたのとかをこうスクショして、インスタから、お願いすることが、多いですね。で、この日はもうなんか、あんまり、こうなんだろう、こう引っ張り出して、ちょっとこうルーズな感じのポニーテールとかではなくって、最近ね、もうひっつめでももうピタッと綺麗になんか、引き出したり、こうなんかピュッピュッピュッって出したりとか、しないような、ほんとぴったりめのポニーテールにはまっているので、それをオーダーしながら、共演させていただいている、愛華みるさんと一緒に、ニュースを見ながらとか、最近あったこととか、そういうのをお話しさせてもらいながら、なんかそうですね、メイクしてるこの時間がめちゃくちゃ楽しくって、そう、みるさんと一緒に喋ったその楽しさのまま本番に行くっていうのがいつものスタイルになってます。はい。で、こんな感じで髪の毛をきれいにしていただいて、この後は、そう、衣装部屋が、こちらの番組に関しては用意していただいているんですよね。で、可愛いこのイエローの大好きなブランド、そう、このイエローの、靴はですね、私を確実に元気にしてくれるブランドなので、イエローがあるともう頑張れるっていう、私服でもね、ワンピースの下に履かせてもらってるのはイエローの靴なんですけど、はい。こんな感じで、シールームリーのワンピースにイエローのサンダル、こちらを履いて1本目が終了したっていう感じですね。はい。そう、このヒールもめちゃめちゃ可愛くって、もうなんか後ろ姿でもちゃんとこう女性らしさだったりとか、こうね、人目を引くようなデザインがめちゃくちゃ可愛くって、で、いつもプレスとかにもお世話になってお邪魔させてもらってるんですけど、そう、あやさんとかバンさんとかと話す時間もすごい楽しくて大好きなブランドです。はい。そして2本目でこの私のお気に入りの、デザインしたミーブのマスクをつけて、2本目かな、はい、に向かう感じですね。これ2本目もシールームリーのワンピースですね。はい、向かっていきました。だいたいね、10分から15分ぐらいの休憩があるんですけど、その間にこうラインをチェックしたり、またラテを一口飲んでみたり、はい、2本目が終わってもまたラテを飲んで一息ついて、リップをつけてすぐに着替えて本番に行くっていう、これが、この日も8本続いた感じですね。なので前の日はね、めちゃめちゃたっぷり寝て、ちゃんと寝ないとこの日持たないので、そうなんですよ。はい、もうせわしなく、はい、もう休憩で着替えて、もう本番行ってを繰り返して、この日3本目ですね。そう、こちら3本目も、終わってちょっと座って、はい、またラテを飲むのかな、飲まないのかな、飲みますね。 はい、これがね、本当に至福の時間って感じで、そう、たった10分15分でもこのラテがあるとないのではもう全然こうテンションが違いますね。で、ここでちょっとこうね、はい、幸せを投入して、はい、で、お昼になったのかな、休憩はこちら私大好きな金兵衛のお弁当ですね。金兵衛はね、結構ね、お魚がメインの、お弁当だったりもするんだけど、私鶏肉がめちゃめちゃ好きなので、そう、この日もやっぱり鶏肉を選んで、これからお弁当って感じですね。ね。そう、この3つのもも肉とソーセージ、そして、はい、マカロニサラダだったりとか、いろいろ入ってるんですけど、そう、しっかりね、これだけ、白米が入ってるので、腹持ちも良くて、そして美味しいしっていう感じで、はい、この日も、ちょっと多分ね、ニュースを見ながら、マネージャーの斉藤さんと、はい、休憩しながら食べてる感じですね。
で、隣に置いてあるこのサランラップかなんかついてるの何って思う方もいると思うんですけど、これはなんかモノコンの収録でお料理だったりとか、そのフライパンを紹介したりとかお鍋を紹介したりとか、そういう時があるので、その時にあのフードコーディネーターさんだったりとかに作っていただいたものが本当に美味しいので、ランチ休憩の時もちょっとねいただいたりとか、野菜からいけばよかったのに多分相当あのお腹が減りすぎていた新山さんっていう感じで、白米をドドンと口に入れてですね、はい、ニュースを見てあの情報を得てっていう感じで、はい、こんな感じで食べ終わりました。はい、何をするのかな、このあとはだいたい歯磨きをしてですね、ちょっと休憩時間にトイレに行ったりとか、そして着替えてお化粧直してって感じで、はい、この日はもうだいたいねシールグリーンであの衣装を揃えていただくことが多いんですよね。あと靴も、イエローですね。この2つのブランドがあれば確実に元気になるので、はい、私の、はい、大好きなブランドなんですけど、まだ休憩時間がなあったのかなって感じで、またはいラテを飲みまして、はい、頑張るぞということで LINE を返したりとか、そんな感じですね。なんかちょっと時間を見ながら、あと何分あるんだみたいな感じで、こういうちょっと素の時間ですね。誰にも見せない顔かもしれないですね。なあっていう感じの私でした。はい、そして、お、何をしてるんだ、お、さっきランチを食べたのに何をしてるんだという言わんばかりに斉藤さんが撮っていただけてますけれども、はい、さっき食べたランチの時間に、ちょっとあんまりね食べれなかったのかな、この日いろいろとこう打ち合わせもあったりとかして、それでまた、これは多分3時4時ぐらいに、第2次、ランチタイムっていう感じで、続きの金兵衛の、お弁当を頬張ってる感じです。うん、なので、よくね、お弁当を下げていいですかとか言われたりもするんですけど、あ、大丈夫です、置いといてくださいって言って、だいたい4時ぐらいに、夕飯というか、ランチというか、なんかその間の時間にもう一食食べるのが、私のスタイルですね。はい、こんな感じで、7本目、サンフランシスコ T シャツを着てですね、愉快にやってきた新山さんって感じなんですけど、パンツはまたシールムリン、これもね買い取りしました。本当お気に入りすぎてよく履いてるんですけど、あ、 YouTube でも履いたかな。でこのパンツに、サンフランシスコっていう感じで、ちょっとグレーのこの T シャツお気に入りでした。こちらを着てですね、イエローの、PVC でしたっけの、はい、ヒールを履いて7本目に愉快に行きましたっていう感じですね。はい、8本目が終わったのかな、お、8本目終わって、これは多分プロデューサーのまゆみさんからお疲れ、スタバということでですね、多分、オーツミルクラテを、ご褒美にいただいたんだと思うんですよね。なのでこれは帰りのジープの中でもゆっくりも一口一口味わいながら、はい、そうなんです、幸せな、はい、プレゼントをいただいて、はい、この服はねこの日に一番好きだったかな。これもシールームリーンのセットアップだったんですけど、このほつれてる感じのカジュアルさだったりとか、でも上はちょっとこうきちんと感がある、はい、雰囲気で、カジュアルとちょっとこうしっかりした感じの大人な雰囲気でっていうミックスが最近好きなんですけど、これで8本終わった感じですね。で終わった後は、今度は取材が、あったんですよね。座談会という取材が、あって、雑誌の方にも掲載があるんですけれども、ここで、私と、共演させていただいている、ミレさんのおすすめのものを紹介するという感じで、はい、お伝えしているので、そちらもよかったら概要欄の方からチェックしていただきたいと思います。終わりました。本日お疲れ様でした。本日の時間8時15分、私8時50分入り働きました。もうちょっとで12時間労働。マネージャーの斉藤さんもお疲れ様でした。スタッフさんも皆さんね、お疲れだと思うんですけれども、もうこの辺りのちょっと荷物いただいたものだったりとか、いろいろあるんですけど、この辺を持って帰りたいと思います。ゆっくり帰ろうかな。よし。
頑張りました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。またね、こんな感じの新山千春の楽屋でした。バイバーイ。